ヒー・モーリス・マリルイーズ・フェルホーフスタットは、ベルギーの政治家、第64代ベルギー首相を務めた。1953年4月11日に、オースト・フランデレン州、デンデル・モンデに誕生する。ヘントで法律の勉強をしている間に、フランデレン自由学生連合の代表者となる。1992年に自由党の党員となり、1997年に、党首になった。 何度も危機に襲われながら9年間にわたる長期政権を維持した。2003年のイラク戦争開戦の際にはフランスドイツと歩調を合わせた。2007年6月10日の総選挙で敗北し、翌11日に国王アルベール2世に対して辞意を表明したが、ワロン地域とフランデレン地域の対立から公認の首相が決まらず、2008年3月20日まで政権を維持した。 2009年6月の欧州議会議員選挙で当選し活動の場を欧州議会に移した。また7月1日には欧州議会で所属する欧州自由民主同盟の会派代表に選出された。ありがとうございます。